オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフミキです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は4月第4週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げられたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは4月第4週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。ノートルダム大聖堂再建で論争、黄色いベスト運動にも飛び火。4月15日月曜日夜に発生した大火災で屋根と尖塔が崩落したノートルダム大聖堂の再建のために寄せられた寄付金は17日水曜日の時点ですでに8億5000万ユーロを超え、現在でも企業、個人問わず寄付が寄せられています。しかしその膨大な寄付金については不公平だ、貧困層の支援に使われるべきだとの声が上がり、また再建後のデザインについても論争が巻き起こっていて、エマニュエル・マクロン大統領が16日火曜日のテレビ演説で国民に呼びかけた連帯は早くもほころびを見せています。医学生の定数制限、2020年の廃止に向け今年は生徒数が 10% 増加。4月21日日曜日、医学を志す若者の最大の関門となっている定数制限、ヌメルスクラウズスの定数が2019年度は昨年より 10% 増加することが明らかになりました。2024パリ夏季オリンピック、フランステレビジョンが放映権を獲得。4月22日月曜日、オリンピックのヨーロッパ大陸での放映権を所有しているアメリカのメディア関連企業ディスカバリーは、2024年に行われるパリ夏季オリンピックでフランスの公共放送であるフランステレビジョンが独占放映権を取得したと発表しました。マクロン大統領夫人、低学歴の失業者向け学校を9月に開校。4月24日水曜日、ブリジット・マクロン大統領夫人の事務局は、今年9月の新学期に中学や高校の卒業資格がない失業者の若者を対象にした学校を開設すると発表しました。黄色いベスト運動の半年、マクロン大統領の改革案、国民の 67% が不支持。4月25日木曜日、マクロン大統領は昨年11月から続く黄色いベスト運動を受け、1月15日から約3ヶ月間に大統領自ら行った国民討論会の結果に伴い政府の改革案を発表しました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はマクロン大統領夫人、低学歴の失業者に向け学校を9月に開校です。
4月24日水曜日、ブリジット・マクロン大統領夫人の事務局は、今年9月の新学期に、中学や高校の卒業資格がない失業者の若者を対象にした学校を開設すると発表しました。夫人の側近によると、ブリジット夫人はエリゼ宮に送られてくる自分宛の手紙から、25歳から30歳の失業対策が特に必要だという判断に至り、今回の学校設立を決心した模様です。この施設はこういった学業に戻るのは難しいが、まだ若い失業者に最低限の学力を習得させ、就職支援を行うのが目的です。また、元国語教師だったブリジット夫人は、自らも不定期でこの学校で教鞭を取るつもりだと事務局は発表しています。フランスのテレビ局 BFM テレビによると、この学校の出資者はファッション業界で世界最大手のモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン社で、ブリジット夫人が同社社長のベルナール・アルノー氏に自ら協力を依頼しています。授業科目は主にフランス語と数学で、初年度の定員は50名を予定しています。通常の学校とは違い、生徒には最低賃金が支給されます。また、パリジャン氏によると、今回の開校にとどまらず、2020年9月には、南フランスのバランスに2校目の開校が予定されています。今回は、マダム加藤様にご執筆いただきました。マダム加藤様、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容を、アンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Brigitte Macron va créer en septembre une école pour les 25-30 ans et les non-diplômés. Le mercredi 24 avril, le cabinet de Madame Brigitte Macron a annoncé qu'à la rentrée scolaire de septembre de cette année, elle ouvrirait une école pour les jeunes sans emploi et sans diplôme. Elle s'est rendue compte avec les lettres qui lui sont adressées à l'Élysée, qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour lutter contre le chômage dès l'âge de 25 à 30 ans. C'est alors qu'elle a décidé de créer cette école. Le but de cet établissement et d'aider les chômeurs à acquérir la capacité académique minimale et à les aider à trouver un emploi. Le cabinet a également annoncé que Madame Brigitte Macron, qui était une ancienne professeure de lettres, avait également l'intention d'enseigner dans cette école de manière irrégulière. Selon la chaîne de télévision française BFM TV, l'investisseur de l'école est Moët
Hennessy, Louis Vuitton, la plus grande entreprise de mode au monde. Et Madame Brigitte Macron a demandé de l'aide au président de l'entreprise Bernard Arnault. Les matières enseignées sont principalement le français et les mathématiques, avec une capacité de 50 personnes pour la première année. Contrairement aux écoles ordinaires, les étudiants seront rémunérés à la hauteur du SMIC. Selon le journal Le Parisien, elle a aussi pour projet de fonder une deuxième école à Valence. Elle reprend donc l'enseignement 4 ans après avoir arrêté en 2015 afin de se concentrer sur la campagne électorale de son mari Emmanuel Macron. セバスチャン先生、ありがとうございました。大統領をずっと支えているブリジット夫人、そして今回の素晴らしい社会貢献、ブリジット夫人の今後の活躍についても目が離せませんね。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいています。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスンの内容はディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。